前回のガズグラ、地上が発展したら次は水中ということで、水中トンネル作り、実はマグ島とカズ島をつなぐ通路を作ってみたのだ。下には一応氷を張って、あとはガラスで囲むだけ。よし、なんだか最近島の治安が悪いから、あの技で連れてこようかの。はい、どうもこんばんは。ウラクラ、ウラクラしてめっちゃジャングルの木、実はね、お前やられねえんだな、これ。あ、そっか。これ最大値のあれにはなってねえわ。全然なってねえわ。これ近くだとダメージ受けるかと思ったけど、これ横方向のやつが必要なわけね。まあいいや、今日はね、この島をさらに賑やかにしようかなと思っておりまして。まあまあいいんですよ。カズさんのこの裏蔵の努力はいいんですよ。結構溜まった。5スタックぐらい溜まったよ。まあそれは置いときまして、これだな。そう。僕はね、紐を使ってね、やろうかなと思いまして。もうちょっと紐がね、必要な気もせんでもないんだけど。お、今度10匹もできた。こんだけあったら十分なんだけどね。いや、実はね、教えていただいたんですよ。ボートもちょっと多めに作っとこうかな。はい、8。8ボート。今、8ボートか。いや、今度10ボート。いや、実はね、この前、連れて帰ることができないとか、なんとかって言ってたんだけども、いや、実はね、これ、実はねっていうか、これ教えたかったみたい。この船自体に、ほら。マジか、こういうことだったんだ。船自体にこれロープつけてるんだってさ、動物とかじゃなくてさ。すごくない？だから、島からね、一気に、村人さんとか、なんでも、陸の時はどうなるんだ、これ。すげえ、引っ張れる。引っ張れるんだね。ほら、これすごいわ。あ、でもこれ火もなくす、もうすでになくしてるわな、いくつか。一つなくしあったって。火もちょっと余分に持っていくね、これ。てか、蜘蛛の糸がないな、ほとんど。いつか廃坑とか見つけないといけないね。蜘蛛いっぱい倒してさ。ほんで今日はね、この島、ちょっと村人さんをね、村人さんじゃねえや。グーレムさん、グーレムさんをね、いっぱい連れて帰ろうかなと思っております。まあ、というわけでいきますか。うわ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 。あ、ほんでね、ちょっと何回かアナウンスしとこう。本当は今週でございましたね、スタバイベント。残念ながら、まだできなかったんだけど、残念できなかったんだけど、シールとか余ってんのよ。シールとか作ったんやけども、早速ね、実は配ってきました。サプライズでね、なんか今って卒業式シーズンじゃん。ほんでなんかお別れ会っていうのかな、卒業おめでとう会みたいなの、クラス単位で店舗貸し切ってやったりとかすることがあるんだけども、先日そこにカズさんがサプライズ登場っていうことで、記念撮影して、もう時間なかったからさ。ほんであとね、猫シール配ってきました、50枚ほど。いや、猫もね、ちょっとこれで浮かばれますよ、猫ちゃんも。あ、ほんで、ようやく到着でございます。この方法使えば、ほんと村人さんをね、結構連れて帰れるんじゃないの。というわけで、ゴーレムさんいたー。えい、行って、ほい。あれ、あれ、あ、乗った。ゴーレムを連れて帰る。すまねえよ、すまねえな、すまねえな。おいよー。まずこれで1ゴーレムということで、今ここら辺置いておきますか。1ゴーレム、こんぐらい離れるといいのかな。まあ、ゴーレムに対してはね、なんか今回の BE 版というか統合版、リフォームの達人さんありがとう。Y 方向ってのはこれ高さ方向で、前は6マス7マスぐらいずれてたらいくらでもゴーレム発生したんだけど、今回がそれはないということ。だからゴーレムだらけにするには、こうやってちょっと離してはみたいな感じ。100マスぐらい離れてたらそんで OK だったと思うんだけど。ほんで、まあゴーレムできては回収、ゴーレムできては回収の繰り返し。地味地味だな。まあいろいろ頑張っていきますか。うわ、いるわ、いるいる、まだいるわ。はぁ、遅れた。まあ、というわけで、次てか、お前乗ってるんかい、乗ってもう鳥さんもいますわ、すでに。ほんで、引きずれんのかな。あ、引きずれる。え、結構楽じゃね、これ。ジャガーできなかったよね、これ、確か。おい、おいおい、こっち来てください。よいしょ、よいしょ、よいしょと。このボートに引っ掛けるんだよね。あー、これは、鳥か何かに引っかかってんな。あ、いや、引っかかった。ボート本体に。人物に引っかかるとダメなんだよね。そういうことかな。おい、来てますわ。はい、ほんならこっちの方までお願いしまーす。すごい。
すごいわこれ。あっちか。いやこれ便利な技だねこれ。ゴーレムさん、ちょっとここら辺でお留守番しててください。ほな、まだまだいきますね。今からゴーレムがね発生していないタイムになってるんだけど、また湧くといいんだけどね。まあちょっとその間は村でもきれいにしてようかな。やべ、鉄探しに掘ったけどめっちゃ遠回りやった全然鉄出てこんかったわ。戻ってる間にねゴーレム増えてるといいんだけど、また離れすぎて湧かない時間になってるだろうな。まあ湧くことによって村作り頑張っていきましょう。湧かんのかな。待って、いやお前どうやって行ったそこ、どうやって行ったそこやだ、そう行こう行こう。どっかで行く。たまにね小人を入る。ここどうやって行くんだろうこれ。ゴーレム湧かないかも。なんかずれてんな。380とか370ぐらいまで移動させとくかな。ちょっと近いのかもしんない。じゃあ近いわ確かに。あ、近かったなこれは。せめてね、昔から128がうんたらとかって聞く。これゴーレムに引っかかってるでしょ。これこれ引けないやつでしょ。ボートにかけるのが難しいな。これはボートっぽい気がする。いくよー。まあ、いや、この子だけでも。350まで持ってったらもういいでしょ、これ。ボートもそこからやるとうまくいくかもしれない。てい。これどう？あ、引っかかってそう。おい、来たー。これでこの村に湧くはず。しばらく畑作りでもしながら待つことにします。だなあ、こんぐらい晴らすぐらいじゃ。まあ運が悪い可能性もあるんだけど、ゴーレムで映え映えなサムネを作りたいんだけど、もうもっとマグ島付近までもう持ってってしまおう。そうしよう。はい、このロープの付け方だけはすごい上手くなったと思う。なんか他の村に認識させないといけないとか、なんかそういったものがあるのかもな。これもういいでしょ。今でもういいでしょ。な、帰るわ。よし、もうこれで沸かせないとは言わせない。畑も、ちょっと効率のいいものにね、なんかちょこちょこあったから、でっかいの1個ねボーンと作っておこうかと思いまして。だいぶ良くなったでしょ。ほんでこれ本当に沸かない。5分に1体ぐらいの確率で沸くはずなんですけどね。なんか船乗ってる間はもしかするとこの村判定になる可能性ありですねこれ。船乗ってる間は、いやそうだわ多分。でもあっち下ろしたらねもう普通に湧くよ。ただいま卵産んでるわ。はいしょはいしょ、行くぞ。あ、ここの川の部分で、これだったら沈む心配がねだいぶなくなる。あ、でも道々で通れてるんかい。どう、来れる？無理だわ。おい、おー、来た。はーい。あ、ていうか2体乗った。当たりそうで怖いわこれ。あー、ほら当たった。痛い。またこのマグマブロックで壊すしかねえな。どう、壊れた。無限に乗ってる。やべやべ、ダメ。あ、ちょっとお前行くって。痛い。ダメー。よし。危なかった。ただ回収できんな。行くな、あれ。避けれるか。はい、やっぴ。行ってかったー。まあでも、とりあえず、まあ、連れて帰ることはできましたな。おかわりくん行こう、おかわりくん。で、終わるわけにはいかねえ。たった2体じゃダメなんだ。この島の防衛能力をもっと増やしたい。村人ね、なんか減りに減ったっぽくて、もう死者さん2人しかいないと思う。あの島一体何が起きたんだろう。ふぅ、いるー。やっぱボートから降ろさないといけないんだな。はいはい、ゲットだぜ。はい、ゲットだぜ。一体一体ちょっとピストン輸送していきますかねこれ。はい、レッチラゴー。ハッピー。もうやだー。いい方法ちょっと考えたのよ今。ゴーレム、1マスのところに落ちないからさ、こうすればいいんじゃねっていう。ほら、
たた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 よし、あーごめんごめんごめん、また殴った。もうヘルメット1個だけになったよこれ、ついに。これが良さそうだな、これ。さて、おかわりおかわり。あー、あと交易用に司祭さんも1人ぐらい欲しいよな。連れてっか。はい、こっち来てください。よしよしよし。ほんで、あ、中持さんは外側からだな。はい、こっち来てもらって。ちょっと待て待て、はい、はい、乗った。最高。結構にぎやかになってきたぞこれ。まあこんなもんだよね、すね。どんかじ屋さんもね、ちょっと欲しいけどね。いた、どんかじ屋さん、ゆっくり。まあ畑要員として、よろしくお願いします。まあとりあえずこんなもんで、だいぶ加工したからね。とりあえずこれでいきますか。はいはいはい、来ます、あっちからみんな連れてきます。すごいこれ、海近かったら移動し放題これ。楽ね、レールも敷かなくていいからこれ。ちょっと待っててね、今ついてくるから他のもん。ちょっと待っててね。危ない、近くの危険、危険分子は私が対処する。ではみんなに紐をかけていく、ロープを遠いものから。いけるこれ、引っ張れるかな全部。うんしょうんしょうんしょ、なんか違うけど、どうへ。おいおい、来た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 、よしよしよし、多分いける。はい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 、どうかなこれ、超混雑してっけど。待って、あとこのゴーレムさんだ。待って、絶対にお前たちも連れてってやる。よしよしよし、はいはいはい、やばい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 。はい、というわけで本日こんな感じで終わりましょう。いや、すごいわ、引っ張りすぎて大変なことになってるこれ。いやー、いいでございますなこれも。いやー、これでね、僕らがまた一段とににぎやかになるかと思います。一旦連れて帰るだけ連れて帰るね。もう途中ちぎれたらちぎれたで大丈夫。やっぱちぎれるわ。ちょっとさっさ行ってくるね、さっさと。おい、乗るんかい、また乗るんかいゴーレムさん。いいんだけどいいんだけど、トラカシングしてた。あーしゃしゃしゃ。ここでここでちぎれたかロープ。ちょっと待ってな、奥のちょっと取ってくるから。よし、行くぜ行くぜ行くぜ。やべ、島の裏側にいるあいつ。やべやべ。はい、家戻ってね、家の方に。またいつの間にかゴーレムいるし、やだー、怖い、本当に当たり判定が怖い。結構ボートの下あたりが当たり判定になってんだこれ。あー怖かった。はい、というわけで本日こんな感じで終わりたいなと思います。まあこんな感じで引っ越しはすっげー簡単なので、もうぜひ皆さんもねやってみてください。というわけで、じゃあこんなことでまたお会いしましょう。バイ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 キン。